ブラックビューティーと呼ばれる NWA7034NWA7034 は基地のもので2番目に古いと考えられている火星隕石である。基地の重さは3 2 0ムである。約20億年前に形成されたと推定され、地球で発見されている火星隕石に含まれる水の大部分を含んでいる。火星から来たものであるが、 シャーゴッタイとナクライト、シャシナイトのいずれにも分類されず、マーシャンという新しいカテゴリーが作られることとなった。ブラックビューティーと名付けられて、モロッコで購入され、アメリカ人の所有者から白片がニューメキシコ大学に寄贈された。この隕石は2011年にサハラ砂漠で発見され、モロッコで隕石ティーラーに購入され、アメリカ合衆国の収集家に転売された。 このため、発見場所の正確な座標は不明である。多数が同時に発見されたり市場で販売された他の隕石と同様に名前は発見地域と連続して与えられる数を示している。NWA7034 にはブラックビューティーというニックネームがついている。NWA7034 はハンガンのような外見を持つ火山性の歴気岩である。 最大直径5ミリメートルまでの社長石と奇石の半焼が粒子の細かい石器に埋め込まれた構造をしている。随反鉱物には塩素臨海石、クロム鉄鋼、ハリ鉄鋼、イルメナイト、ジ鉄鋼、マグヘマイト、アルカリ調石、鉱鉄鋼等がある。また、急霊されたマグマからできている再設岩さえも存在する。石器は微粒子状の長石、奇石、 様々な酸化鉱物、痕跡量の硫化鉄からできている。岩全体の化学蘇生から NWA7034 はこれまで測定された火星隕石の中で最も高い水分岩量であることが明らかとなった。この水はおそらくかつて火星に存在した海に由来するものが火山岩の中に残り隕石となったと考えられる。 形成されたのは20.89プラスマイナス0.81億年前と推定され、これはちょうど火星のアマゾニ付きが始まった頃である。基地の火星隕石の中で2番目に古いものとなる。NWA7034 は初めての火星由来の歴岸でできた隕石で、基地の火星隕石のグループには属さない。国際隕石学会が2013年1月に、 マーシャンという新しい分類を承認するまで NWA7034 は未分類の惑星由来エーコンドライトとされていた。鉄、マンガン比は他の火星隕石と一致しているが、酸素の同位体は火星期限のものと関連付けられない。酸素同位体比の変化は軽い同位体、または重い同位体が除去、または付加されるか異なる。 同位体比の質量が混合することで説明できる。このようなことは火星の近くが水中で変質する際に起こりうる。他に隕石衝突の際に火星の近くの同位体が混入したと説明することもできる。もしこれが地球の岩だとすると玄武岩質の歴岩に分類される。ありがとうございます。